スタンダード靴株式会社は、日本の戦前及び戦後における後、大進士靴メーカーの一社である。旧野村グループ参加。1998年に一度民事再生の上、生産される。その後元社員により復興され現在に至る。1960年代西新井本社工場1924年、東京スタンダード靴株式会社として、後に、運輸大臣になる。 宮沢種尾によって創業される。1927年に野村合名会社の援助を受け、野村参加に入る。1928年6月より称号を、スタンダード靴株式会社と解消。第二次世界大戦下は、適正後禁止により一時的に、野村聖火と名称を変更したが、終戦後の1946年2月に、スタンダードツ株式会社に、 再び社名を戻す。本社は東京都足立区沖の東部バスのバス停にスタンダード前も存在していた。戦前も戦後もマシンメイドの新縮図5大メーカーの一角を成しており、大日本帝国陸軍の変和靴及び自衛隊の単靴の入業者の一つでもあった。 企業内学校として1947年にスタンダード聖火学校を開校し学生改革を経てスタンダード高等学校として1979年まで存続した。1998年2月24日、スタンダード靴株式会社は民事再生法の適用を申請。事業は株式会社スタンダードホールディングに 引き継がれたが、スタンダードホールディングは2003年7月9日、破産の申し立てが行われた。その後入札により、有限会社入スタンダードに商標などは移管されたが、再び生産。本社と工場は破産後にすべて解体撤去され、現在跡地は、一般民家と、教本地域学習センター、教本体育館の駐車場に転用されている。 その後いくつかの会社を経て現在元社員の手により復興される。1921年創業者である宮沢種尾が明治性格会社取締役に就任。1922年ロシア帝国の崩壊によって大損害を受けた明治性格は経営者間での対立が起こり、9月に大手町日清生命ビル3階、鋭楽クラブで臨時株主総会を行い、 社長の浦部上夫重役の鈴木茂成、福島松尾、宮沢種尾は退任となった。宮沢は、その後桜組工業の再興に専念していた。1923年関東大震災。復興劇による靴の需要が増加。宮沢は、靴業界進出を決める。出身大学である、早稲田大学の交友を中心に設立資金を集める。 1924年東京府足立郡西新井村に製菓工場を建設開始。機械の買入や製作の研究のために前田良吉と桃瀬唯一を派遣。この時にポートランドの加工場で宮崎伊助と出会う。桜組工業の熟練校を中心として工場従業員を集める。1924年10月20日。 東京スタンダード靴株式会社を設立。同年11月から交際団を開始する。11月18日に初のグッドイヤーウェルトの靴が18足出来上がる。東京市日本橋区古伝馬町に営業所ができ三越に最初の靴を納品する。1925年営業所を東京駅前丸の内ビルディング3階に移転。 丸ビル2階の商店街部に直営売店を設置。東京市内の靴販売一流店10件ともに、スタンダード靴チェーンストアを組織する。1927年運転資金のさらなる必要性が生じたため、野村合名会社の援助を要請。野村徳七との会談を経て、経営陣を刷新、野村参加になる。 本店を丸ビルに移す。1928年大阪出張所を大阪高来橋野村ビルに設ける。6月28日にスタンダード靴株式会社に改称する。1929年昭和教皇により販売が不振。丸ビルにあった本店を西新井工場に移転。全国的に拡大していくスタンダード靴チェーンストアの売れ筋を。 リーダーグッズとして解消して販売。1930年、宮沢種男が衆議院議員に当選する。スタンダード靴チェーンストアが1000に達する。手工業との競争のほか千代田機械、成果株式会社とのシェア争いが激化する。当時アメリカより輸入されていた、US ラバーの開発した、アスカイド艇よりも摩擦試験の成績を超える底材、ボストン艇を開発。 1931年木型 ST35 を使用した新ブランドリンカーンを販売。秋に荒木型 ST50 を使用した後に大ベストセラーになるフーバーを発売。フーバーシリーズは第31代アメリカ大統領だったハーバートフーバーゴム製品の代理店契約する。東京営業所を日本橋式は野村ビルへ移し東京丸ビル売店を閉鎖する。 1933年製造主任であった磯、畑光太郎が、アメリカのショール博士の著書、ザ・ヒューマンフットを翻訳。スタンダード靴商法に連載され、靴業界の発展に寄与するとともにスタンダード靴は、健康志向の靴を他社よりリードすることになる。木型 ST57 を開発。産業比較会社に、ココア色の比較を依頼、茶系が流行する。 1934年定付け部門に世界初となるベルトコンベアシステムを導入する。新日本ボックスという普及型グッドイヤーウェルト製法を開発。これが大ヒットを記録する。総側裏の高級新宿靴をミシガンとして販売。創業10年にしてグッドイヤーウェルト専門メーカーとして生産属数も初年度の3倍以上である11万足を。 製造するまでに拡大していた。1935年新、リーダーグッズを開発。大阪営業所が、支店に昇格。機械式製法の先駆者であった、神戸や製菓株式会社の機械を一式買い取る。第三工場を建設に入る。1936年ベルリンオリンピック。日本選手団が、コンビのスタンダードグッズ、ST55 を着用。 またガルミッシュパルテンキルヘンオリンピックに参加した山田銀さん、山田新さんを招いて高級スキー靴も開発した。この年にスタンダード聖火学校を創設。校長には磯、畑幸太郎が就任した。1937年チェコスロバキアのバチャ、聖火工場のヤンバチャが来日。スタンダード加工場を視察する。シナ事変勃発。 陸軍被服本省より大量の軍貨の注文が入る。野村家課長、野村徳七が本社工場視察。1938年軍事工業動員法に代わって国家総動員法が発令。1月15日に陸軍管理工場に指定される。1939年ドイツ軍がポーランドに侵攻。第二次世界大戦が始まる。 比較統制会社が設立。生家業への材料配給が厳しくなる。1940年本社工場の底裁断部から出荷。240坪を消失するも国家の非常時として復旧作業に入り20日後には全工程が復旧した。大阪では比較統制などで軍火製造工場が減少しており、大阪被服市省から軍火の増産を命じられる。 大阪専属工場は敷地が狭く拡大の余地がないため、色破靴で有名だった八工業株式会社を買収し軍化製造に当たった。1941年国民の正義公用策の一環として英語の適正語廃止を指導。3月末に称号を野村製菓株式会社に変更することになる。買収した八工業を 淀川工場と解消。従来の大阪専属工場も西成工場として、設備増強。日産1200足まで増産が可能になった。これにより文化生産は、東京、淀川西成、宝店。民事は、堀切、淀川の一部で行われることになった。1942年陸軍被服本省の指導の、元、野村聖火、日本聖火。 アジア製菓、千代田機械製菓、大塚商店、小宝加工業、桜組工業、東京製菓で満州に、東亜製菓株式会社を設立。野村製菓が主な経営に当たることになったため、野村製菓法店支店を統合した。また、無鉄軍火の製造のために、陸軍被服本省指定ゴム工場であった安政ゴム工業所を買収した。 この頃民主の製造販売が先細りになり、掘り切り工場では海軍の分化靴を、淀川工場では大塚商店の海軍水平靴の下請けを受け負っていた。1944年工場を疎開させるために地方の女学校校舎を工場化する学校工場が開設されるようになる。栃木県足利高等学校課生女学校の 生徒450名を動員して防寒靴を製造開始し、埼玉県越谷高等女学校302名も動員、無鉄軍貨を生産した。大阪でも淀川工場にて、奈良県女子定身体、大阪市立、大木町高等女学校学徒報告隊の応援を、西成工場では、岡山県落合高等女学校を工場化して、軍貨の生産を継続した。 1945年広島被服師匠の下請け加工専門工場であった大橋工業株式会社と合併、広島支店工場とした。東京大空襲のために、千代田機械製菓、大塚商店、東京製菓、日本製菓は消失したが西新井にあった本社工場は被害は少なかった。これにより軍指導の元工場疎開が本格化。各工場が、 キリ足利、勝山、壁などへ疎開を始める。8月6日、大橋工業工場は、原爆投下により、消失、十数名の犠牲者を出してしまう。また、東和製化放典工場の就労者もソ連軍に、抑留され、シベリアに拉致される。終戦を迎える。11月6日、GHQ は、野村財閥を含む15財閥を対象として第1次。 財閥解体を指令する。さらに24日には、財閥の子会社を含む336社の活動を規制する制限会社令を発令した。これにより、野村製菓株式会社も制限会社となる。1946年2月に、戦中の適正後禁止のため変更していた野村製菓株式会社を、再び、スタンダード靴株式会社に戻す。 6月に成立した第一次、吉田内閣は8月11日をもって、戦時保障を打ち切った。これにより損失を受けた会社を特別経理会社に指定した。これにより、スタンダード靴株式会社は、制限会社と特別経理会社の二重の規制の中で、野村財閥のバックアップもなく厳しい道を歩くことになる。 これまでスタンダード靴以外の商品を主に取り扱う卸会社大和商事を設立し磯畑の名友である小木津艦が入社する。また西日本でも同時期に朝日商事が大阪して敷地内に設立された。この年長野県にあった川岸工場は失火により消失した。昭和天皇が物資不足の中秋前した。 古い靴を履いているということを聞きつけ、東京本社工場にて製造した、秘蔵の甲側を使用した、グッドイヤーウェルト製法の靴を11月18日に、天皇陛下に献上する。献上靴を大変お喜びになられた陛下は、皇后にも作って差し上げようと仰せられた。このことが宮中で話題になり、戦後一度も笑顔を、お店になられなかった、天皇陛下を、 おなぐさめ申し上げた、靴会社にお礼が言いたいということで、終戦当時首相であった、鈴木勘太郎が、本社工場に来訪した。1947年、足立区高野町の、養成部工場を、スタンダード聖火学校とすることで、文部省の許可を得て7月に開校した。この年の7月大型台風のキャスリーン台風が、関東に上陸。比較工場、聖火工場が、 大きな被害を受ける。足利工場は浸水による操業不能になり、埼玉の札手工場では水死体が流れ込むほどの浸水であった。これにより、戦時中に設けられた分工場はすべて消滅した。また、大和商事は50万円に増資し、成果機械メーカーと特約契約を結び成果機械を納入始める。 中低未除雪機や釣り込み機などを自社工場で製造を始めたが成功ミシンが不足していたため、わらび工場で成功ミシンの製造を始める。これが国内有数の靴機械メーカーであるリーダー靴機械株式会社の始まりである。1948年米国による対日占領政策は急速に緩和し始める。企業再建整備計画許可申請書。 日本銀行に提出。大和商事も靴の配給取扱業者の資格を取得。1949年、ドッジライン制定。1月25日に企業再建整備計画が認可され、PX 向け特注を受注し外国人向けの製品の製造に入る。統制緩和による近い将来の商戦のために、日本橋の村ビルに店舗と東京営業所、また、 大和商事東京出張所も併設した。5月には特別経理会社を6月には制限会社の一覧より削除されることになり、来たるべき自由競争の時代を迎えるための体制づくりが完了した。専務であった磯、畑孝太郎が社長に就任する。1950年1月19日に牛革の配給統制が撤廃。5月12日に 革及び革製品の価格統制が撤廃される。これにより1937年以降続いた民需用革靴輸入禁酒令以降、戦中、戦後、統制期間を経て、革靴の自由競争時代に突入することになる。東京本社管轄の商区は、本社営業部が流行の激しい高級婦人靴、子供靴などは、大和商事が、大阪商区は、 朝日商事が担当し統制撤廃に備えていた。反則活動として、ウィンドウステッカーを配布。スタンダード靴ニュースを復刊させ、靴業界のトレンド、新製品紹介などのサービスに努めた。5月12日に、いよいよ価格統制が廃止され自由競争の幕が切られた。1950年6月25日に、朝鮮戦争勃発。 戦略物資需要が拡大し成果業界もこの特需を受けることになる。これは、米国製軍艦を韓国軍商兵用に改造し、米陸軍第8調達部に納品した。日本の窓口を大塚製菓が一括で引き受け業界各社に製造を依頼する形になった。本社工場のみの作業では納期を一する可能性があるので、 スタンダード高等学校の生徒全員をすべて動員し改造靴の受注に当たった。1950年9月から半年だけで改造靴生産校は全生産属数の27%生産金額は10%に達した。11月東京都経済局の肝入りで東京都生花連盟を結成。戦争による生花業10年間の空白を埋めるため技術の 工場と購買力増進のために、第1回東京都聖火技術競技大会と東京靴祭りを開催。機械靴部門で特選を受賞。第2回技術競技大会では、特選知事賞を受賞した。政府派遣の重要17産業の視察のために、元代表の宮沢種尾が渡米。インターナショナル集社とエンリコットジョンソン社を訪問。両社協に所有する。 履物博物館に日本の古代から続く靴を寄贈することを約束する。1951年自由競争の時代に突入し、競争力のないメーカーは次々と脱落していった。あくまでも大衆向けを中心として構成していくことを決定し、大衆向けを60%、中級品を20%、高級品を8%。 婦人物を12%の商品構成で、大衆受けするデザインのみを選定して製造した。販売網も特に戦前からの得意先が復興し、全国的な販売網も完成しつつあった。さらなる事業拡大のために20万株の株主割り当てによる増資を行い、増資後の資本金は2000万円に至った。7月より販売方針を策定。 それ以降二つに大別して販売することになる。クリッパー級、全国の小売価格を統一し、一般大衆をターゲットにする。日刊新聞などに広告を打ち店頭で訴求していく。この制度をより確実にするために、スタンダード靴チェーンストアを結成した。イースタン級、イースタン特選、ウェスタン、アップタウン、スタンフォードなどの商標類は、 デザイン工側技術などに重点を置き小売価格も、各店頭、取引先により、地域特性などを考慮しつけていく。スタンダード靴全国チェーンストア結成と、スタンダード高等学校設立1952年、経済は輸出の停滞と、繊維関係の不振で、不景気と株高に陥るが、原品輸入の自粛により革価格が安定し、在庫も随時消化された。 成果業界も稼働率が高まり婦人靴は倍増した。この時期、磯畑専務が終戦後に密かに構想していた二つの方針を実現し売上高を年間5億から10億にする売上高倍増運動を推進した。一つはすでに大和商事、朝日商事で確立された婦人靴の進出であり、もう一つはスタンダード靴の全国的な販売網の 確率であった。まず会社の体質を強化するために、株主割り当てによる増資、新資本金を5000万円にした。その上で、東京本社、大阪支店にあった営業区分を廃止、全国一本化。営業部を営業部業務部へ分割する組織とした。製造部は、本社工場、高野工場、大阪工場の3工場を同一指導の、 元技術水準を一元化した。本社工場には特選工場を設けて優秀な商品群を提供。新種物の小売価格を2500円から5000円までを取り揃えることになる。この年、統制直後には3億6500万円だった。売上も5億1000万円まで拡大した。8月に筆記体の新商標、スタンダードが作成される。 大和商事の代表取締役であった小木津官が、卸業経営の基礎ができ前との見通しもついたことで、独立、小木津商店を旗上げした。1953年後に10年以上の大ヒットを続ける、フーバー街羽根 SD10 が販売される。この中丸ラスト、s t 1 0は、磯畑社長の指揮のもと小泉木型製作所。 本社製品研究室との間で試行錯誤の上に完成された。この荒木型の誕生とともに、明治性格の苦心作であるガラスバリクローム革を使用し、フーバーという戦前のヒット商品の商標を復活使用した。新ブランドマークスタンダードが秋から採用される。昭和ゴム社と米国デュラライト社と技術提供して、 国産合成ゴム亭、アベックスを発表する。この年、東京や近畿、京阪神など全国17地区にわたるブロック会ができ、チェーンストア構想が実現した。スタンダード高等学校の第1期生を募集開始名古屋福岡の両営業所が支店へ昇格。1954年4年生昼間、定時制高校としてスタンダード高等学校が設立される。 一般強化の他に、縦壺250壺の付属工場を完備し、裁断、成功、底付け、仕上げを実習した。世間的には、人務景気で後景気とされているが、朝鮮戦争の休戦により、国内景気は後退、後半には、極端なデフレ状態になってしまい、国内需要は後退した。これに伴い4月30日に、千代田機械製化との合併が成立。 新会社名をユニオン聖火株式会社とすることが決定した。1951年に千代田聖火は米国のゼネラル社とジャーマンの国内ライセンス生産を承諾させており、さらなる増産体制が必要であった。このあたりも両者が合併に踏み切った一因だった。しかしスタンダード靴の名前がなくなることは忍び、がたいという野村側の意見により、 合併話が急速に冷え込み11月28日に合併契約解除承認が可決される。この件で磯畑は代表取締役を辞任する。1955年池田和夫が代表取締役に就任。国内景気は財政金融引き締めで物価下落し、購買力の低下から売上高が5億3400万円で6400万円の 減収となり戦後初の赤字になる。コスト削減のために、淀川工場人員は200名から72名に縮小。本社工場も生産体制の再構築を行った。日本生産性本部が発足し、各業界が海外への視察を強化している中、靴業界からも、前社長の磯、畑光太郎を団長として、米国への視察団を結成。 全米各地の製菓工場、機械製造会社、木型製造会社、化学薬品会社、靴販売業者などを視察した。1956年経済白書には、もはや戦後ではないとまで記され、人務景気が靴市場にもやっと影響を及ぼし始める。しかし、三倉商事、七世産業など靴富屋大手が倒産するなどの事態も発生していた。 そんな中スタンダード靴チェーン会の強力な支援により、フーバー、カーネル、イートンなど新種靴は好調に推移した。フーバー街ハネース T10 は売り上げトップだったが、さらに新型も旧型発表した。その他に10月に社の研究室の苦新作である、ロートップシューズが大変好評を得る。しかし婦人靴製造は多様化する。 デザインなどに対応できず前年より中断し、仕入れ販売で対応していた。その結果、大和商事朝日商事における、婦人靴は、順調に伸びていった。この年、大和商事の協力会社によって構成されている、大和会の一社である、パラマウント聖火株式会社の業績が悪化した。旧知の一助にするために、社の既存販売ルートに、 パラマウントネームの商品を投入することで取引を行うことにした。パラマウント成果の発行株式の4万株も取得した。ラジオ東京、ガイドタイムに CM、文芸春秋、朝日新聞などに深沢国を制作による広告を積極的に打った。この年、オーストラリアで開かれた第16回オリンピックメルボルン大会へ出場した日本、男子選手団は、 マイト ST33 ボックスを着用した。スタンダード高等学校が10周年を迎える。宮沢種尾が運輸大臣に就任。1957年、人務景気は国際収支の悪化により急速に冷え込み、早すぎた拡大とその反省といわれる鍋底不況に突入する。1958年デフレの影響下で消費者は財布を占めたが、 靴の消費は増加を続けた。チェーン界の活動をさらに活発化させ消費の掘り起こし新商品も充実した。リンカン ST12、a l ST10、ミシガン ST33 などのタウンシューズに加え、カジュアルデザインのミラノ ST61、ST69 が投入される。12月に、淀川工場内にあった大阪支店を、 大阪市東区安土町に一営転した1959年景気回復の兆しも出てきたが海外原品相場の地理高の傾向が強まった。主力製品に加えさらなる新商品を投入、春の見本市では6億円を突破するという未曾有の高成績を収めた。しかし、比較市場がますます悪化し、相次ぐ比較の値上げに講しきれず4月に、 価格改定せざるを得なくなった。広告やサービス面で販売店の負担軽減に努めたが、川の値段はさらに上昇し再び6月に価格改定せざるを得なかった。この年、伊勢湾台風が上陸、甚大な被害に達した中、救援物資として、車として靴を送った。一方で、秋冬物の,の見本市では、買い控え傾向が目立ったため5億8000万円に、 とどまった。しかし10.11月には注文が殺到し工場もフル稼働状態になる。フォーマルな打ち羽に凝ったデザインが市場を賑わす結果となった。セメント圧着や合成点もこの年から増加傾向になった。1960年に岩戸景気。ダッコちゃんが大流行したこの年、s t 重機型を中心に重9型を用意した。エルクシュリケンや アニリンカーフが登場。このソフトな革は、グッドイヤーのみならずマッケイセメントなど新種靴の新しい消費を海業界内でも、靴ブームと言われるほど需要が需要を呼び戦後の黄金期という活況を生んだ。この年に、北海道地区では代理店契約を結んで販売する方法が取られていたが、道内の月星火星や、浅比ゴムの代理店でもあった山久 実業株式会社が倒産した。これに伴い地盤と一部辞任を引き継ぎ、札幌営業所を札幌市南2条東2丁目18に他社に先駆けて開設し、直販体制を強化した。1961年2月5日、フローシャイムランド、ジョンシー・ロバーツなどのブランドを廃止、91の製造施設、タンナー、倉庫所有。 3万3000人を雇用していた米国最大の靴メーカーのインターナショナル州カンパニーとの技術提携を結ぶことを東京帝国ホテルにて発表した。この会で池田代表取締役は日本の靴業界の発展に寄与したい。我々はインターナショナル靴会社の模倣に留まることなく弊社の商品に反映せしめることが提携の意義である。 技術的に追いつきやがって追い越すこと心構えを有している胸を述べた。同年の3月21日からウィンスロップを発表する。米本国商品と同様にフェザーペッドアクションフリーシャドウ仕上げなど全く新しい機能や製法を採用し製品界万全を期した。また品質管理において技術部検査課は本社、淀川高の工場の植生を対象に 品質ニュース、政権ニュースを月2回発行し品質向上を徹底した。スタンダード靴チェーン会や有力百貨店用の優先販売品の5000足を含む足入れの良い優秀な木型旧型をベースに19型の新作を用意した。インターナショナル就社からの製造技術、広告宣伝、販売技術の各種指導に一定の技術量を払うことになっていたが、 通産省から支払いに対する外貨割り当て許可を得るために大変な苦労があった。この春の新商品から多彩なるデザインに対応するために製品番号を表示することになる。岩戸景気による工芸機は新私物に多彩な素材、デザインスタイルを求めた。そのため、ウィンスロップを除いても40型という豊富なラインナップになった。 1962年経済成長率が14%から7%に低下したこの年、靴市場は競争激化したが広告の面では各社が共同補調を取った。サンデー毎日では大塚製菓、日本製菓、千代田製菓、スタンダードグッズの機械靴4社が毎月第4集合に共同広告を出したりした。 またそれとは別に単独で深沢国尾画伯の現代によるテレビ CM を午後8時台のゴールデンタイムや天気予報に提供。ラジオでもデッカホニットアワーという音楽番組などにも提供、週刊朝日、朝日新聞、メンズゴーウェアなど雑誌媒体、新聞も強化した名古屋営業所、広島営業所を開設。これにより本社、大阪、福岡、 札幌、名古屋、広島の販売6拠点が整備されたことになる。春の革靴生協日本市では3日間で20億6173万円の売り上げを記録する。この年に池田代表、美濃和技術部長は米国欧州へ出張する。ウィンスロップを製造しているカークスビル工場とインターナショナル州社の参加。 当時世界最高峰の加工場であったフローシャイムの工場も視察した。大和商事創立15周年。新商品にイタリー町の末イ製法、フロンティアと婦人物、ダーリンが追加される。本社工場を増設。これにより多品種少量生産への体制づくりと生産能力を50%拡大することが可能になった。東京丸い百貨店で 世界のトップマークシューズ大会が開催される。ウィンスロップ、リーガル、フリーマン、マレリーなどが並んだが飛び抜けて、ウィンスロップは好評を博した。インターナショナルー社のシェーファー副社長が来日。明治性格とフランスアンリーボッケ社との技術提携によって、新開発した防水性と柔軟性を強化した酸化ジルコニウム、ナメシによる新定剤 明治陸村そこを開発。9月1日より、都内、三越の協力により、陸村シューズとして販売された。国電を中心とした中ずり広告などを実施し、一定の成果を得られたので11月より、全国的に販売を開始した。淀川工場が、日本工業企画表示許可工場に認定された。1963年前年の増資計画により、 新資本金が2億円に変更。春の見本市では、ウィンスロップ10型、メッシュを中心に、フロンティアも13型にまで広がった。定番のスタンダードネームもアンティーク仕上げを確立し、315は多くの注文を受注した。この年から、すべての媒体において、積極的に広告戦略を打つことになった。それまでのキャッチフレーズであった。 靴はこのマークから午後3時の靴に変更。新聞広告には午後3時の靴午後3時大きく膨らむ時間です。足を研究して40年。スタンダード靴は朝、昼、夜の変化を靴作りに取り入れてきました。いつもしっくりした履き心地とお好みのスタイルを揃えたスタンダード靴。靴はスタンダードのマークをお選びください。と併記された。 この年、ABR という朝日新聞の市場調査員を動員した23区内の消費商品調査が行われた。新宿津ブランドにおいてサンプル数870、有効回収率84.9%という中、スタンダードグッズは第1位に輝いた。本社工場に採用された新中卒者は150名を超した。仙台営業所。 静岡営業所を開設した。前年に来日したシェーファー副社長から、ウィンスロップ用のコンチネンタルスタイル新規型が4型提供されたので、6月より新商品を11デザインを発売した。これにより6月から9月に、ウィンスロップ州キャンペーン期間と定め、取引先前店にポスターを配布、朝日新聞、北海道新聞、河北新報を、 秋田伊新潟新報、中部日本、中国新聞、週刊朝日、週刊新潮、文芸春秋などに積極的に広告を打った。キャッチフレーズは、フライングフロムニューヨーク五番街紳士を採用した。人気ドラマの映画版、七人の KG 女を探せに、靴を提供し、門前中町のアカ靴店でロケ撮影された。 7月27日に新工場が稼働を始める。底付け方法が、ラック式から、モノレール式に変更され、製功工程にも、コロコンベアーによる、運搬方式に変更された。12月23日に、東京営業所を、神田合同ビルに移転する。1964年業界の発展のために、それまで7団体あった、業界団体が、連合統一し、 東京靴製造団体連合会が結成され、社長の池田和夫が初代会長に任命される。念願の川底セメント靴の開発に成功し、フロンティアが発売された。セメント製法の靴の利点は、コストダウンも、さることながら、当時流行であった、末景製法では使用できないつま先が薄い木型も、採用することができる利点もあった。セメントに、 相性の良い銀付きスムースのラマカーフと特殊中堤、セミソフトソールを採用した。淀川工場が、ジス認定工場の許可を得る。秋冬の新商品として、新商標、スタンキングが発表される。格式高い本格派フォーマル及びビジネスシューズとして、商標の通り、最高級ラインという位置づけで販売される。グッドイヤー製法を中心に、 末景製法を廃止、荒木型 ST84、ST86 を採用、上代4800から5000円のスタンキングデラックスと3500から4500円のスタンキングの製品群を用意。この販売にあたって SK 作戦というスローガンを旗印に宣伝販売にあたった。十月十日から十四日まで東京オリンピックが開催され、 日本選手団の男子選手団は、当社の開発製品、スタンキング 9920ST85 の交換色を白に変更したモデルだった。スタンキングは芝叩く間にフロンティアウィンスロップに並ぶ主力商品になったが、特にオリンピックの影響もあって、9920ST85 は、 本社工場の生産能力を超えるほど受注が入り、淀川工場の底付けラインも使用するほどであった。1965年高度成長が終止符を打ち昭和40年不況に突入仕屈業界にも影響を与え始める。不振の理由は、セメント製法の普及による過剰生産であった。このため、生産部門を数日間の生産停止にしたりと、 在庫調整を図ったがこの年の決算は、厳修現役昭和30年以来の赤字となってしまった。この秋業績回復のために、アペックス定高級セメントシューズの新商標、ハイスタンを投入。またイタリアンコンチネンタルデザイン、リトリコルックを投入した。この靴は、グッドイヤーとマッケーで展開されたが、鋼材には、人工比較、ハイテラックが使用された。 1966年この年新商品として、スタンフレックスが発売される。この靴の特筆すべきことは、その2種類の製法である。服装の軽量化が一般化し、合成底や底の薄い革底が好まれる傾向を取り入れ、グッドイヤー製法の丈夫さとセメント製法の軽快さを合わせ持つ GC 製法を採用。これを、キングウェルト製法と称した。 また、NG 製法と呼ばれる、グッドイヤー製法にキングウェルトに採用されている、新なしのリブテープを使用した帰りの良さを強調した靴となった。フランスコンチネンタルデザインのオスである、ピエール・カルダンとのサブライセンス契約を結ぶ。2月4日に、全日空機が羽田沖で墜落。乗客133名が亡くなったがこの中に、 スタンダード靴検証当選招待客と東京ブロック会長丹波徳太郎などが巻き込まれてしまう。この年はさらに秘宝が続く。6月2日午前11時32分に創業者である宮沢種尾が79歳でその生涯を閉じた。1967年景気は次第に回復傾向になったが、米国の原費輸出制限の実施などで原費が 世界的に高騰し比較の値上げが相次いだ。これにより、革靴の値段を上げざるを得ず、製造コストは上がる反面販売は伸び悩み、生産数と販売数がアンバランスになり17%の売上高増になったが利益は前年の補填程度にしかならなかった。さらに製法、デザイン、素材も多様化し、多品種少量生産を余儀なくされた。 この年さらなる低価格普及品の開発のために、英国 CIC 社よりインジェクション機を導入し、ポリウレタンインジェクションモールド製法の靴の量産に入った。この商品を IP シューズの名前で発売された。札幌営業所が札幌市北六条東四丁目、札幌総合卸しセンター内に移転。1968年後年。 イザナギケ景気と呼ばれる後景気局面に入る。しかし、靴業界は過剰生産や、原皮工による価格の上昇などにより激しい市場、競争を展開していた。かねてからのさらなる製造部門の再参加に向けて、淀川工場の閉鎖と、本社工場への集約を提案したが、スタンダード靴労組から反対を受け撤回せざるを得なかった。 1969年製造部の採算化へ努力を重ねた。製法別分業化を行い本社工場は、グッドイヤーマッケーキングウェルト製法を主体に一部、ハイス担当の高級セメントグッズ生産用の接着製法を主体とした。高野工場は、グッドイヤーを本社に移管しインジェクション生産を集約。淀川工場は、接着製法を中心に製造することになった。 春の新製品として、ヤング向けの新ブランド、イレブンを11点発表する。衛進産業製の本体に、カール・フロイデンベルグ社の比較を使用した、本格派であったが、特に、カール・フロイデンベルグ社機能素材仕様の L11 と、淀川工場製の L13.14 は大変、好評を得た。アメリカンスタイルの流行に合わせ、ウエスタンブランドを復活させた。 これにより、ピエール・カルダン、ウィンスロップ、スタン・キング、フロンティア、リトリコ、ハイスタン、スタンダード、IP、イブン、ウェスタンと十ブランドを展開するようになった。1970年生産部門は高級化を推し進めるために、イタリアのウニベルサル・スチレ社と技術提携をする。 1971年にクソンショックにより、円の変動相場性移行したため円切り不況が到来した。この頃になると、川底の需要がかなり減少し、合成低が最盛期を迎えることになる。生産属数の内セメント製法、IP 製法の比率が60%に達すると、共にグッドイヤーウェルト製法の靴の生産は、著しく低下した。従来の、 ハイスタン、イレブンを配していた合成低分野のレベルアップをするためにハイグレードビジネスシューズを企画。7月に新商標、エクセルが発表される。生活密着系を施行し、ビジネスタイプのエクセルドレッシーとタウン向けエクセルアーバンのに系統を接着製法とマッケ景製法を投入した。特に西川化学の CP ソールを使用した。 EX7103 と EX7107 は大変な人気を呼んだ。商品の多様化とともに3工場の生産だけでは需要を満たすことができなかったため難易度の高いものは本社工場、難易度の低いものは外注協力工場へと切り替え立ていたが、この年についに自社生産品より仕入れ商品の方が比率が高くなる結果となった。協力工場とは、 栄進産業、パラマウント製菓、田中製菓、ラッキー製菓、春田製菓、大黒製菓、金子ル製菓などであった。またこの年には、さらなるコスト削減を見越して、韓国、エスカヤー社に、クラリーノを使った、新四物を発注した。1972年新潟と金沢に出張所を開設。日給制から、日給月給制に、 当院賃金制度を改正する。外注先であった、ラッキー成果火災。11月30日に開かれた株主総会において、池田和夫が退任し、桜井富次が代表取締役に就任した。1973年春夏のテーマを、歩く喜びとして、開発の重点を、エクセルに置き機能性重視の開発を進めた。また新ブランド。 ジャンボイズを発表。ST38 という従来の靴型を原型にオン、イを作成、革靴、マッケイの他に、クラリーの鋼材の革底製品も開発した。この年に生産属数は87万7000足、販売属数も84万1000足に達し、好調な業績だった。11月18日、元代表取締役の磯。 畑幸太郎が77歳で生涯を閉じた。第一次オイルショック。1974年オイルショックにより、卸売物価指数が34%も、高騰、当然原材料も高騰し原価は再び上昇した。各販のためには、商品構成を拡大する必要があり、積極的に、海外ブランドの輸入にも取り組んだ。モレスキー。 クロケット、ウニベルサルなどを日本に紹介したが27%の関税がかかりかなりの資金が必要であったため、年間輸入量8000足程度はビビたるものであった。6月16日に開かれた新作発表会において人気ブランドであるエクセルに高級感のあるエクセルロイヤル毛縫いモカを施したエクセルモカシン 3E、4E の合成体を採用した エクセルワイドを発表した。これに、エクセルドレッシー、エクセルアーバンを加えた5分野を確立した。1975年、ピエール・カルダンのサブライセンスを販売して10年を迎える。カルダン新宿屈事務局を中心に、強力な販売キャンペーンを行う。カンムル商標登録。1976年ヤング向けに、ワイルドウォーカーアダルト向けに、ボランテを開発。 この年を前後して、売上高は増加するものの人件費などが吸収できず、赤字が続くようになる。高齢林事故や淀川工場林事故などの二百七十一人の工場人員削減などともに、スタンダード高等学校の生徒募集を停止した。九百七十七年空前の婦人ブーツのブームだったが、過剰生産がたたって、ブームの裏に、 大量の売れ残りを抱えた、神戸や浅草の婦人靴メーカーや豚屋が倒産に追い込まれる。関連会社の大和商事、朝日商事も赤字を計上してしまう。パラマウント成果の手形が2回目の不渡りになり、銀行取引停止になった。本社においても希望退職を含む経営改善策を三老祖に提案し5月に大筋合意する。横浜営業所。 千葉出張所、岡山出張所を閉鎖。旧本社工場も解体が終わり、有給地になった西側部を東京都に売却した。近年続くカジュアル化の波に乗って、英国反転インターナショナル社と反転ブランドをサブライセンスを契約。1978年全商品にカジュアル志向を取り入れる。ヨーロピアンスタイルが半数を占める傾向になった。 この年ついに売上高は100億円を突破し、そこに本社有給土地の売却益も加わり大幅な黒字を計上する。ウニベルサルの販売10周年を記念して、拡販するためにエコノミー商品のロミウニベルサルを発売する。この年、順調に推移し売上高も111億9200万円となり、前期比10.9%増となった。 1979年この年、ウニベルサル、ピエール・カルダン、ボランテが好調にスタートする。特に、ピエール・カルダンカジュアルと、ボランテの手縫いもかへの注文が殺到し、予定生産属数を大きく上回る受注が続いた。しかし、好調な受注に水を差すように7年ぶりの、靴材料の大幅な値上げ要請が出てきた。特に80%も、 北米から輸入に頼っていた牛皮は、シカゴ市場の冒頭は1972年の2倍の価格のための値上げで、卸し値の改定をせざるを得なかった。社の経営改善策の一環で、スタンダード高等学校の生徒募集を停止しておりこの年が最後の卒業生となった。1945年に養成部として、発足48年に、 文部省の認可がおり、翌年に、財団法人スタンダード学園が設立された。49年には昼間、定時制工業家スタンダード高等学校が開校になった。この廃校まで34年5ヶ月にわたり447名を、廃出した。1980年テレビ番組、プロ野球、夢の救援で、ピエール・カルダン・カジュアルが CM に登場、月間メンズクラブ。 月刊宝石、週刊産経など、雑誌のカラー広告も積極的に出向した。エクセル10周年、ありがとうセール実施、また5万足限定で80年代に生きる男の靴をテーマに開発された、エクセル80を発売する。新ブランド構成は続きアメリカ調の、ケンモール、カジュアルカテゴリーを、グッドラックに集約。アメリカから、 サーギャルブランドのデッキシューズを輸入した。高島屋用のエスパスカルランの生産を機に、本社工場にて、グッドイヤーウェルト製法の機械を再度導入し、生産を再開した。技術部が改良型ボローニャ製法を開発し、ウニベルサルに採用される。この製法は後にカトル製法と呼ばれるようになった。平沼商事が保有していた、スイスアレージア社。 ウォルター・ウルフブランドのサブライセンス契約。大和商事がバンカルデー社と技術提携。1981年この年2つのブランドを販売開始する。一つは前年にサブライセンス契約をしたフランク・ウィリアムズ率いる F1 コンストラクターであったウォルター・ウルフ。もう一つは若年層向けのヘブンである。 また15周年を迎えカルダンブランドで450億円まで成長したピエール・カルダンも順調に推移した。百貨店などで拡大する海外ブランド需要に応えるためにモレスキー、ウニベルサル、ガルス、サーギャル、カルロス、ブルゾーニなども積極的に展開した。1978年の婦人ブーツブームが去った後に急激に業績が悪化したヤマト・シが 累計損失2億7000万円を抱え負債を9割、弁償することの了解を得て、自主廃業した。スタンダード高等学校跡地を日照祝いに売却し売却益を得たものの、ブランド経費などの増加分を吸収できずにこの年は2億2000万円の、形状損失を計上してしまった。この結果を受け、9月に、数々の功績を残した池田和夫が、 相談役を退任した。12月22日、累積赤字の解消を図るために、大和銀行から辰見茂を迎え入れ、定時株主総会及び取締役会で、桜井富次が社長を退任し、取締役相談役に、新社長に、辰見が就任した。1982年辰見社長が中期、経営計画を発表する。 商品企画課専門事務所を浅草7丁目にある白井ビルに移す。ダックスサブライセンス契約。アメリカトラッドの流れを取り入れるために新ブランドを開発。社内公募により昭和30年代に人気を博したフーバーを冠したブランドフーバーにを発表。足の甲が高いハイトタイプを追加したハイトエクセルを発表。 1983年春夏商品より複数のサブブランドを持っていたエクセルをエクセルブランドに統一。3月の展示会においてテ人とミカド製薬が開発した持続性防菌機能を持っているタイジーガードを持った中底を使用したダックスエクセルを発表。カルフォルニア式製法を採用したウォルターウルフなど。 業績回復のために新商品を多数投入した。しかし商品構成は、同業他社へ優位性を持ったとは言えず、中期計画の修正程度では済まないほど、形状損失を形状し業績回復には厳しい道のりであった。これに伴い生産部門も、接着、成功、金型作成、素材加工を分離して個会社化。 本社工場は高級品に特化する合理化を進めた。新会社への転属希望者や新体制での人員計画も立てられ社内の減量化を急いだ。本社工場東側の遊休地約1,050坪を売却する準備を始めた。12月29日に婦人部を設立。淀川工場が大阪市のリバーサイド計画による移転が決定する。 1984年アメリカンローファーのオリジンであるバスを輸入開始。社内労組に提案した経営改善案はこの年に人員削減案の修正で、労使交渉は決着を見た。労組との交渉と並行して生産部門の一部分離は着々と進められ、5月8日に資本金1000万円で、 日本エクセル株式会社が大阪の淀川工場移転先の大阪市南つもり5丁目に設立された。また、本社工場のセメント製法部門を切り離し移管する株式会社エトワールジャパンも設立された。この会社は太平洋戦争末期に本社工場の疎開先であった埼玉県札手町に文工場を置いた際に従業員用に 社宅用地として借地していた埼玉県北葛飾郡杉戸町大ざ毛屋に社屋は建設され9月28日から従業員35名と共に稼働を始めた。新市物婦人物の底材材料を加工販売することを目的とした日本パーツ株式会社も越谷市大浅袋山に設立された。このような生産部門の切り離しにより、 企業体質は大きく改善されていった。新会社の分割とともに、本社工場の再編も進んだ。交際、成功部門は、重要部分を残して縮小し、これに伴い生じた。余剰人員は、材料調達部門や底付け部門に配置替えした。これにより靴資材納入業者により結成されていた、スタンダード会は、 発展的解散を議決し27年の歴史に幕を閉じた。新潟出張所が新潟支店に昇格。1985年大阪支店社屋から震災バッシの野村ビルへ移転することを発表。スタンダードショップ第1号店を大阪支店に併設。朝日商事は業績が振るわず多大なる赤字を計上する状態であったので営業縮小を行っていたが、 社員6名が退職を申し出たため残り2名を食卓社員とし、関西畜販売代理店として事業を縮小継続した。この年収益増加策が高を創し婦人物の売上高も目標の4億にはわずかに届かなかったが3億9000万円まで倍増。利益率は前年比4.2%増の21.2%に向上した。 アクタイム、レディエクセルを販売開始。12月に日米比較交渉が I 級制から T 級制に移行することが合意。1986年4月1日より輸入数量制限制が撤廃され、関税割当制度へと移行した。完全自由化に対応し得る企業体質を築きため、東京大手待ビル地下街の 元参考渉辞席を利用して直営店、スタンダードショップ見支店を開店。さらに直営店と同時に、本社工場内にリペア係を置き靴修理事業の展開も計画した。東京駅前アイス地下街にリペアショップ、シュークリニック IB をオープンさせた。生き生きとしたという意味のビバーチェが登場。マリオジョルのオブジェを販売開始。 1987年21世紀を展望したスタンダード21計画スタート。パラマウント聖果が倒産した後に、パラマウント聖ローソとの間に軽装になっていたが、この年10月に和解が成立。社の不動産売買などを担当する SS 工業株式会社設立。有力取引先であった田中聖果は、 多額の未処理損失を抱え債務超過により倒産。連鎖倒産を避けるために50%の債権放棄と同社の土地、建物、描き設備を買い受けることで救済した。旧田中製菓の従業員を再雇用し、カントリーシューズ株式会社として新たなるスタートを切った。1986年にスタートしたリペア事業は、上野駅構内、品川、 赤坂に順次出店を計画し、スタンシューショップサービス株式会社を設立した。ルイ・フェローを発表。スタンダード・クツ・チェーン、東京ブロック会がその役目を終え35年の歴史に幕を閉じた。1988年浅草本部事務所、検証ルームが手狭になったため、東京日本橋人形町フローラルビルに移転し、東京本社開設。一月に、 朝日商事が解散。1989年昭和天皇が崩御、株式会社エトワールジャパンへ出向していた社員を東京本社工場へ復帰。これに伴い本社工場のご主導一ラインで製造していた製造工程を効率を高めるため2つのラインに分割することになった。一方、商品企画部には島正規製作所島。 正規制作所と共同開発したコンピューターグラフィックを導入し、開発の効率化を図った。機械設備の増強のため子会社3社を増し、日本エクセル株式会社、エトワールジャパン、日本パーツになった。この年、カントリーシューズのみ、増収減益だったが、その他の子会社はすべて増収増益になったため、エトワールジャパンに出向していた社員は本社を退職後に、 エトワールジャパンに転職した。この年の連結決算は122億110万円、経常利益5億3400万円と、累積赤字の解消へ弾みをつけた。中国へ、生産拠点の拡大のために準備をしていたが、天安門事件の発生により一時事中断せざるを得なくなった。1990年米国の立牛の減少と、 韓国企業のスポーツシューズ向けの大量買い付けなどで、シカゴ原品相場が37%上昇しさらに、円安も加わったため材料価格は高騰しこのため、商品価格を値上げした。紳士部門の強化のために、ディミトリー・オブ・イタリー社とコンサルティング契約し、新ブランド、ディミトリーを発売。スタンダード靴ミラの駐在事務所を設立。5億円に増し、 この年売上高が145億円になり、過去最高の増収増益ついに累積赤字は解消された。1991年ミラノの情報をもとに、フランコギャレリアを発表し、ビバーチェ、エクセル、フーバー、オブジェ、アクタイムの自社ブランドと、カルダン、ダックス、ウォルターウルフ、ハンテンのライセンス商品、モレスキー、R&M、カスパ、 フォレステ、ロッシ、キアヤの輸入ブランドという構成になった。三越が台湾に進出するのに高応して台湾スタンダード靴株式会社を設立。新興三越にテナント出展する商談も進んだ。1992年東京学芸大学の渡辺正幸教授の指導で健康志向を追求したエクセルヘルシーを多く開発した。 1993年創業70周年を翌年に控え記念ブランドとしてスタンデュークを発表。スタンダードデュークという意味の機秘にある商品として社内ネーミングコンテストで選ばれたグッドイヤー製法マッケ景製法セメント及びサイドステッチ製法の3グレードで発売された。1994年創業70周年を迎える。 スタンダード靴70年史観光。1998年2月16日、経営再建計画提案労組に提案。早期退職優遇制度による50歳以上の労働者に対する50人の希望退職募集。98年の昇給停止。98年の夏、冬一時金は、各1ヶ月、退職金規定の改定。 東京工場などが存在する1680坪の土地売却と東京工場の将来移転計画も同時に提案された。これに対し労働組合は白紙撤回を求めて戦うことを決定した。2月17日臨時大会で95.9%の効率でストン確立し、ストライキに突入。2月24日、スタンダードくつ株式会社は、 民事再生法の適用を申請。3月18日、牧野社長が早期退職優遇制度による退職者の募集を打ち切ることを表明。この後、事業は株式会社スタンダードホールディングに引き継がれた。この年久留米のシニセクツメーカー、株式会社アサヒコーポレーションの民事再生法適用や、翌年1999年にユニオンロイヤルが 会社構成法を申請するなど大手靴メーカーに倒産が多発した。2003年2月14日、株式会社スタンダードホールディング負債43億円を、計上し民事再生法適用を申請。5月30日に生産へ移行。2003年9月1日一部従業員の下株式会社スタンダードホールディングの商標権などを移管し、 有限会社ニュースタンダードを発足。2004年10月17日スタンダードグッズ労働組合の解散大会。2007年有限会社ニューススタンダードを生産。エクセル、スタンデューク、ビバーチェ、フランコギャレリア、アクタイムなど19の商標権を譲渡する。ここで1924年の創業から約80年の長い歴史に幕を下ろすことになる。 2017年スタンダード高等学校を卒業し、スタンダード靴株式会社、株式会社スタンダードホールディングでは、商品企画部に在籍、有限会社ニューススタンダード取締役だった赤石秀夫が、本格的にブランド復興に取り組む。2018年グッドイヤーウェルト製法の新資靴を発表。2019年アイビー世代、トラッド世代の聖地。 銀座定人メンズショップにて、再び展開を始める。スタンダード70年史、メルクス80年のドキュメント靴産業100年史。ありがとうございます。